DS PDS。 Hey guys, my name is Kyoto ね、わたあめ研究家のダディです。キャントね、またまたまたしてもね、わたあめ動画です。別荘動画撮りたいってしよっとは、けどリフォームがちょっと長引いて1月になりそうなんですよ。別荘でジムとかガーデニングとかドッグランとかピチピチギャルとかいろいろしたかったです。はい、まあしょうがないっすねって感じで、今日はね、いろんな要望があったんですよ。キャラメルでやったらいいとか、トルルパシャダダダー、グミの王様果汁グミ、イエイイエイ。皆さんできると思いますか？もうね、ハイチュウもできたし、水飴もできたし、もうできないもんないんじゃないかってね、思ってね、グミでやってきてね、グミでね、どうなるかね。結構水飴も砂糖も入ってんで、で、ゼラチン、もう、こんな感じのグミができますよ。なんでだろう、なんでだろう、作ってマンボウ。いや、できるかな。ハイチュウまでがギリギリだったりしてね、グミまで行くとちょっとゼラチンが多すぎるとかあるかもね。とりあえずじゃあ1個でやってみますか。1個集中で、スイッツワンゴーシュ。わあわあ、やばいやばいやばい、わあやあ、すごいすごいすごい、なんだこれ、すごい、なんかね、舞い方が違う。上にね、吹っ飛んでる、上にくっさくっさ、てかもう綿飴にできないもんなくね、これ。嬉しい、キラキラしてますね。グミ1個でこの量ですよ、すごくね。じゃあちょっともう1個入れますか。はっ、舞い方がすごいんだよね、ほら。ではグミ綿飴入れるです。まだ待ってる上に、すごい、普通のザラメと違ってね、パーって上に舞うんですよ。めっちゃ苦い、焦げた感じの飴、フルーティー。あ、これ美味しくねえ、グミ美味しくねえやん。あとチクチクする。はい、これで終わるのちょっと寂しいんで、風船ガム、でも俺無理だと思うんだ、ガム。ちょっとやってみましょう。これ大好きなんだよな。では風船ガムいきます。はっ、あれ、めっちゃ嬉しい、すごいすごい、すげえんだよ、グミより全然すごいよ。はい、こんな感じです。さっきのグミよりね、全然美味しそうですね。では風船ガムで作った綿あめ入れです。うん、めちゃくちゃふわふわしてる。ね、ザラメとは比にならないぐらいね、もうね、超絶ふわふわ。うん、味もしっかりしてますし、うまい、これ大成功ですよ。普通に綿ガムよりも超絶ふわふわになってる綿ガムみたいな感じで、風船ガム全部やろう。これ入れて、衝撃なんだけど、あ、すごいすごい、あちゃ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 よりはね、ふわふわになってないんですが、いただきましょう。いただきます。うん、あ、これはちょっとあれだな、さっきの方が良かった。もっと熱い状態で少量でやると、多分ふわふわのガムができるんですよ。これ一気にやったからちょっとね、凝縮されたやつになっちゃったんですけど、でも全然ね、祭りで売れるレベルですね、ガム、綿ガム。屋台とかでなんで綿ガム売らないんだろうね。来年の夏とか祭りでね、PDS綿飴出したいですね。
はい、ということでね、人類が前進したなと思った方はね、ぜひグッドボタンお願いします。もう俺にしてはもう大成功ですよ、これ。嬉しいです。はい、ではね、アンバシー PDS 株式会社